ハマシギは、チドリメシギカに分類される鳥類の一種である。種商名のアルピーナは、ラテン語でアルプスのを意味する。ハマシギの分布図ユーラシア大陸と、北アメリカの北極海沿岸のツンドラ地帯で繁殖し、陶器は中国南部、中東、地中海沿岸、アフリカ西海岸、北アメリカの東海岸、西海岸に渡り越冬する。日本では、旅鳥、 または、冬鳥として、全国各地に土来する。日本で最も多く見られる死に類の種の一つである。調査により、日本に渡ってくる種は、大部分が、アラスカ北部で繁殖した群れであると推定されている。2011年11月2日の藤前日方の、調査で、約1500羽の飛来が確認された。全長は、約21センチメートル。翼海長は、 約37センチメートル。体重は37から88グラム。他の死ギ類同様、くちばしと足が長い。冬輪は,は、開白色の細かいまだら模様だが、夏輪は,は、頭と翼が赤っぽく、腹が黒くなる。禁煙種のうち、夏輪で腹が黒いのは、浜シギだけなので、この時期は禁煙種とも区別しやすい。私有動食。浜シギの名の通り、日型や、 砂浜や川口などの海岸部にも生息する。しかし海岸部だけでなく、大規模な故障の沿岸部でも見られ、さらに水田や干上がったため池でも確認されている。数万羽に及ぶ大群を作る習性がある。大群が同調して、飛ぶ様は相関で、テレビ番組などでもたまに登場する。なお、足輪を装着して行った調査によると、これらの大群は、 毎年ほぼ同じ個体で構成されており、群れの間での交流はほとんどないと判明している。古語では他の地鳥類などとともに浜辺に住む地鳥という意味で浜地鳥と呼ばれていた。浜辺で見られるシギ類というのが和名の由来であり、大きな湖や川口の河原でも見られる。他のシギ類同様肉食性で地上で貝類、甲殻類、五海、昆虫類、 日潟表面のバイオフィルムなどを捕食する。なお日潟だけでなく、日上がったため池でも食事をする。繁殖期には2つから6つの卵を産むが、4つが多い。オスとメスが交代で放卵するが、ヒナの世話は、オスだけが行う。ヒナは1月ほどで飛べるようになる。10位、チリリリと濁った声で鳴く、ピリッと澄んだ声で鳴くこともある。国際自然保護連合により、 レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本では、飛来数が減少傾向にあり、環境省及び一部の都道府県などにより、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。